い、西西コンビでございます。2人でね、楽しい車をいろいろと皆さんに紹介しようと思ってるんですけど、どうやら車好きですからね。そうなんですよね、スポーツカーからランクルまで何でも来い、何でもいいんで、ぜひとも皆さんチャンネル登録お願いします。では今回はですね、この300でござい、あ、250でございます。250っていうのかな、これですね、はい。で僕はこれ自分の車なんで、300のオーナーとしてちょっと比べてみようかなと。まあそう、一番でかくて10センチぐらいの差しかないんです。でタイヤサイズも一緒だし、そもそもシャシーが一緒で、はい、この新しいフレームによって車の動きも、それからあとエンジンの搭載するものも全部違うんですけど、はい、エンジンはこっちが6気筒、はい、こっちが4気筒、直列4気筒、はい。あ、でも動き出しの時の車のこのブラスト持ち上がる感じも少ないし、うん、そういった意味では何だろう、乗用車ライクとは言わないけど、あの今までね、こういった SUV ランドクルーザーのタイプでちょっとこうボディ大きくて持て余しちゃうなっていう人にはいいかもしれないですね。乗り比べるとすぐ分かるんですけど、周りの見切り感覚、もう運転席座った時のその外の見え方も全然違いますよ。全然違いますよね。まあ、比べると本当に取り回しだとか意識の上でも、これやっぱりエッジが立ってるから分かりやすいですね。そうですね、ほぼ同じサイズとは思えないぐらい取り回しがいいです。いや、あのね、見切りが東北四角あるんだけど、視界が広いからこうやって左折する時の安全確認もすごくしやすい。いいんですよ。いいですね。もしかしたらミニバンなんかよりも本当にしやすいんじゃないかな。フルサイズもね。ミラーもでかいし、でかい、見やすい、調整幅もある。そうなんです。あとね、フロントのボンネットがね、見えないでしょ、そっから。そうですね、ただ端は盛り上がってるから、狭い道なんかでもギリギリ攻められますよ。300乗ってみてください。300もう冷蔵庫みたいに前に立ち塞がってる。300白いボディだとほぼ冷蔵庫に見えるから、ボンネット。はい、大きな違いにもう早速気づいております。はい、どのぐらい違いますか。もうね、これ戦艦ヤマトです。全然違います。うわ、本当だ、大きな巨体がグオッと動く感じだから、はい、止まるのかって感じがするの。そう、ちょっと今ね、ドキドキしてる、ドキドキしてる。今30キロ40キロなんだけど、あ、でもね、ブレーキのタッチはかなり GR ってこともあって、さらにこう信頼感があります。重い車なんだけどブレーキがしっかりしてるんですね。安心してこう街中でもゆっくりとした減速もできるし、止まる寸前もカクンってならない。そう、踏んでみて、踏んでみて、ね、この加速、やっぱすごいね、この、 あの加速とそれから音を覚えておいてくださいね。はい、じゃあちょっと踏んでみましょう。はい、ほらもうグワッと顔を上げてアクセル戻して乗っかるでしょ、後ろにすごい行く、だからこれが、ないようにスポーツ S がついてて、そういうことなんですね、これだと乗っからないですよ。あ、本当だ、ピッチングって前後の動きが弱いですね、はい、ちょっと前開けてで、フル加速してみてください、はい、50キロまでで、はい、アメリカン V8 っぽい感じがありますよね、その辺にもありますよ、もう早く行ってくださいね、6発ディーゼル取り越して8気筒になっちゃったよ。ブーンって結構な迫力出るでしょ。吹いてる感じあります。だからね、やっぱり高級車っていうか、何百万も出すんだったらっていうところがここにあるんですよ。そうですね、ここ一発のゆとりが高いので、なんかこうせこせこ走らない、そんな運転スタイルも変わりますよ。で、250に比べるとステアリングがフィーリング的に重たくないですか。重たいし、若干意図的にダルというか、鈍くしている領域もありますね、はい、これがやっぱり電動パワーステと従来のパワーステの違い、違いがね、ありますね、ただ悪路に行った時の信頼性の高さはやっぱり油圧ですよね。連続して使用した時なんかもね、あのトヨタの競技に出てる開発ドライバーが、はい、一番やっぱりスピードが出せて安心できるのは300だそうです。あ、やっぱりそうなんですね、いろんなところ一番速いって、速いと、信頼性があるからっていうこともあるんでしょうね。そうなんでしょうね、この加速と音がね、やっぱりだいぶ違います。だいぶ違いますね、あとボディの動きもね。そうですね、
いやでも2000から3000の実用機のトルクはめちゃめちゃ熱いし、うん、スムーズにパワーも出てくるから、うん、速度の伸びがほんといい、うんうん、はい、これ250、これがね4気筒、このエンジンの、まあ、アイドリングの音も結構大きめだし、あと振動もすごいんですけど、大きさが小さいでしょ。だから、ここの今端っこ部分ってエンジンの前がここら辺のところ来てる、ホイールように10センチ、15センチぐらい、先に出てるだけです。これが小ささがこの車の全て、これすごくいいことにしたかったですね。対するターンジャン、明らかに振動が少ないです。振動が少なくて、ここのエンジンの前の部分っていうのがほぼ車輪のこの辺ぐらいのところだから、多分15センチぐらいはこの V6 の方が前に出ちゃってるんですよね、重さがね。なのでそれがフロントがグーッとアクロなんかでも食いついて、で、まあ、ハンドルの効きが良かったりとか、あと逆に言えば、もったり感、結構グーッと重たいのが動くような感じ、でもそれは高級感にもつながるところなんで今なんですけど、そういうことにも変わる。というところ、このエンジン4気筒と6気筒、この違いというのはこの車はでかい、でかい。ちょっと加速してみますね。やっぱり加速した時にね、フロントとそれからリアのとこがギューッと前後に詰まってて、外に重たいものいかないようにしてるから、車がこうなんない、持ち上がらない。俺の300だってぐわーっと前がもう見えないってぐらい後ろ下がるんですけど、これは全然速度ないから乗り心地もこうならないんで、頭がねやっぱりピッチングするとね、あの良くないみたいです、気持ち悪くなるみたいなんで、これはいいですね。であとここにモードセレクトで、あ、今スポーツだったからね、ノーマルにするとまたちょっと違う、ちょっと持ち上がりますけどね。でもそんなすごいわけじゃない。あれだな、やっぱり4気筒のうなり音みたいのはするな、うん、でも本当に動き軽い、同じような大きさで同じぐらいの重さ、まあ150-200近く違うとはいえ、やっぱり2トンぐらいはあるわけですから、そう考えるとね、全然動きが違うの、すごいな、こんなことになるんだね。で ACC を使ってみます。これがねすごい、俺の300に比べて調子いいんですよ。で今手添えてるだけなんですけど、手添えてるだけで曲がりますよ。ほらハンドル見てください、ハンドル手添えてるだけで、この正確性、首都高一周いけんじゃねえかなこれ。とにかくこの見切りというか、うん、ボンネットが、うん、本当に白物カレンみたいなでかさで、冷蔵庫冷蔵庫の扉みたいになって、はい、ちょうどね僕の身長170センチだと、この大きなナビの画面と、うん、ボンネットフードの上端がね合うような感じなんだけど、まあシートを上げてコマンダーポジションって言うんですけど、割と上に上げて、うん、背もたれの部分をこうちょっと立てると、うんうん、まあでもね大きいです、大きく感じる大きいですよね。なんでだろうな、ほとんど違わないのに。あと人間と人間の間隔もこっちの方が広いので、ね、若干そうですね、カップルディスタンスなんて言います、うん、はい、広いですね、うん、ここの幅も広いしね、そう当然ながら、うんうん、全然違う。マルチテレインセレクトっていうのをやると、はいはい、いろいろマッドとかスノーとか、オート、ダート、サンド、マッド、ディープスノーとありますね。そうでしょ、はい、そうなんです。だからこれがあると、はい、雪国はもちろんだけどスキーに行くときとか、うん、もう無敵なんですよ。僕も年間20回ぐらい行くんですけど、スキーで一番怖いのって、うん、やっぱりあの朝早かったり夕方になってくると、うん、路面がやっぱ凍結をしてくる、うんうん、昼間暖かくなっているんだと、うん、そういった路面でやっぱりちゃんと走れる車ってとっても安心感高いし、うん、魅力的ですよね。あとね、300であのスキー場に行った時に、ね、うん、スキー場じゃない、300で日産の試乗会に行ったんですよ、はい、
女神湖の、はい、そしたら、そこに来てた斉藤慎介さんが、はい、どっかから借りてきた四駆はですね、はい、ガソリンが凍っちゃってディーゼルなのに凍っちゃって、あらら、で動かなかったんですけど、はい、ランクル300は僕の寒冷地仕様になってるんですけど、はいはい、大丈夫でした。ヒーターがついてるんですね。全くそういうことですね、ええ、は一発指導、一発指導ということはですね、現地の経由にせずに、してないです、してないんですね、ええ、は皆さん、寒さによって経由っていろいろとこう違いがあるんですね。寒いところ用は凍らないように1点で特別な添加剤が入ってるんですけども、それにしないでも大丈夫だった。そう、女神湖ってでも冬場はマイナス15度とか20度いってますよね。それぐらいいってたと思いますね。すごいな、つららになってました。つららになってました。鼻つららになっちゃった。目黒区の経由がもう見事に作用しました。もう機能しましたね。目黒区が、目黒区万歳と、はい、目黒区無敵だぞ。パターンノーズが少ないです、うん、遮音性が高いっていうのもあるんだろうけど、うん、全てにおいてね、なんだろう、僕はちょっとこの250でアクロ走ってないんですけど、そういえばどうでした、専用コース走られたんですよね。いや、もう何の問題もなく、うん、取り回しが良くて、うん、結構ペースも上げられたし、あ、そうですか、あと機械任せなんで、うん、下りとか、あ、当日ね70とかそれから旧型のプラドも乗り比べたんですけど、はいはいはい、やっぱり下りの時のね、うん、安定感が全然違う。あ、やっぱりね、なるほど。でこれダックコントロールついてて、ついてますね、はい、クロールコントロールだっけ、はい、ダック、はい、DACロールコントロール、はい、ついてます。でこれがですね1キロから5キロまで選べるんですよ。なるほど、どんなこう急斜面でも1キロで降りてくる、そういうやつです。で自動で、ね、自動で降りてくれるんですね、はい、なんで1キロって他の車そうそう設定ないですね。いやいや、あんまり聞かないですね、はい、すごいことをきめ細かく安心感がある、うん、制御するんですよね。あれですね、4つのブレーキを独立してすごく細かくかけて速度が上がらないにするっていう、そういう機能でしたよね。そう、はい、フェルスタッペンの右足が4本あるみたいな。キモいな。今どういう状態だ、右に、あ、これもこれ一応 L4 も入ってて、センターも入ってます、はい、スタビもフリーになってます、はい、で MTS はオートの状態です、はい、はい、これはまっすぐ左です、はい、左の下りですね。不安もない。で、まっすぐこの、はい、何の不満、不安、左へ、はい、ありがとうございます。おここで、じゃあちょっとスタビを外さないで入れてみていいですか、はい、いいですよ、はい、ちょっとじゃあこれをしておきます。今ちょっと点滅になっちゃってると思うんですけど、はい、ちゃんと、何て言うんですか、軸がまっすぐになれば消えますね、はい、はい、OK ですね。今スタビが入った状態、今スタビが入った状態なんで、はい、これはどの辺行けばいいですか、この辺です、まっすぐですね、こっち、もうちょっと右です、右へ、はい、まあ、はい、左へ、これ分かんないんですけど、ちょっと外してみましょうか、はい、そうするとボタン1個で外して、あ、当たりが柔らかい、確かに、ハンドルまっすぐで柔らかいですね。これタイヤもランクルの300とは違うじゃないですか、はい、タイヤ結構大きいですよね。タイヤはそうですね、やっぱり、はい、これはどういったところ、ランクル300と比べるとよりオフロードを意識してるとか、そういう方向性あるんですか。そこまでは方向性としては一緒ですね、はい、タイヤ評価としては同じ、なんていうんですか、同じ評価をして同じ性能が出るようにしてます、はい、ただ車の重量だとか、まあ、いろんなこうデバイス関係だとかによってそのタイヤの特性を引き出せるか出せないかみたいなところ、そういうところありますんで。おお、あ、ちょっと顎当たっちゃった。自分の車じゃできねえよこんなこと。おっと、大丈夫です、大丈夫です、はい、
自分の車じゃできないと言いながら人の車でもごめんね。いやいや大丈夫ですよ。わすげえな、トルクもあるし、ま、地面から離れない足が。あこれやっぱり濡れてると相当いつもよりも、これは厳しいですね、本当に厳しいですあやっぱなんかエンジンの出力っていうかちょっとちっちゃい気がする。ああそうですか、はい、ちょっと似てる、はいはい、あと車が軽い、うん、走行性能自体はすごい高い。これでも250がねものすごくやっぱり人気高いじゃないですか、ランクリスリー全部ですけども、どうなんですか今乗ってるのはディーゼルですけど、やっぱりガソリンもいいねっていう声もなんか多いですよね。あそうかもしれませんね。163馬力で246ニュートンと、まあ、トルクなんかはディーゼルの半分なんですけど、まあ、それでも十分、まあ、よく走るっていう話ですよ。高速道路に乗った時に300なんかでは感じたのは、はい、やっぱりガソリンの方が伸びが良くて気持ちがいい。ただオフロードとかあと山道なんかに行くとアクセル踏んだ時の反応がやっぱりディーゼルの方がいいの で、うん、そうですね、雪道なんか特にコントロールしやすい。大きな違いがね、なんでどんな風に使うかっていうとですね、はい、キントってトヨタのサイトを見た時に、はい、どんな人におすすめですか。ランクル300は、はい、遠出をしてそれでゆったりと、はい、まあ、高級車を味わえるようなタイプの車です。で250は、近所のお買い物から普段使いカジュアルに使うのに最適な車です。ということでまとめになっちゃうんですけど、さすがキントその通りだよっていう。さすがですキント見とけば間違いないですよ。しかもね、あのキントだと途中で例えばね、あのスイッチもできますもんね、グレードなんかも含めてね、うん、はい、まあ今この車手に入れようと思ったらキントしかないんですけど。そうか、そういうことか、ほぼね、ほぼね、うん、キントだと逆にでも、まあ、グレードは限定されちゃうけども、あの手に入りやすいと。そういうことですよね、まあ、買うんであの時間かけても待つぞっていう人は、まあ、それはそれで、ですぐに欲しいっていう人はキントに行った方が早いぞっていう。そういうこと。